です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。今日もメールマガジン堀江貴文のブログでは言えない話から読者の皆さんからいただいた質問をいくつかピックアップして、それに堀江さんに答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。看護師をしています。またケアマネージャーの資格も持っていますが、何かこれからの資格を生かした開業はできないでしょうか。また当方ウェブ制作などホームページ制作には自信あります。ホームページを使った商売なんかでも可能です、という質問です。はい、今日もアイスマンさん来ていただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日私ゼロ髪だった。まあ、短いからね。すごいですね。でもどうですか、冬アイス。結構イケてる冬アイス。結構コンビニごとでアイスって違うんですよ、うん、それで、まあ、結構アイスも高いのが結構出てきてるんですよ、うん、420円とか高い。そう、ゴディバのアイスとかもあるんで。ありますね、最近よく見ます、ゴディバ。じゃあね、今度は高いアイス持ってきましょうか。いいですね。わー、ありがとうございます。ホリエモンチャンネル。はい、私はこういうふうに答えました。はい、ケアプロみたいな商売はいかがでしょうか。シンプル、回答がシンプル。ケアプロっていうのは、ケアプロっていうのはワンコイン検診っていうのをやってる会社でして、はい、ワンコインで、うん、あれなんですよ、指の先にちっちゃな針でピッてやったら血がポッと出るじゃないですか。ポッと出ますね。それをロシカなんかでこうピッて取って、専用のね、でそれにで分析器にピッてかけると血糖値が上がったりとか。わお。これ糖尿病の患者さんいつもそれやってるんですよ。自宅で。痛くないんですか。まあ、ちょっとチクッとしますけど、まあ、ほとんど大丈夫です。っていうようなことを今やってると会社なんですよ。で、これ、はいはいはい、ケアプロってそれだったら看護師さんでできるんですよね。なるほど。自分でやるんで、それ本当はだから、そう、診断を、誰かが、他人がやる場合は医師の免許がないとできないんですけど、うん、自分で血を取るのは自分でやる分には、だって自分で自分の血を取るのは別に禁止されてないじゃないですか、はいはいはい、だから自分で血を取って、その検査だけ看護師さんがやるみたいな感じの事業をされてるんですね。なるほど。で、500円で。500円で。安い。はい、何が調べられるんですか。ワンコイン検診、サービス概要。血糖値。いや、他にもね、血糖値、中性脂肪、LDL コレステロールとか。これじゃあワンコインでそれ全部。ワンコインで1項目500円なんですね。じゃあその知りたいものをそこで、うん、まあ、プラスして、ね、項目をプラスしていくっていう感じですね、はいはいはい、そういう感じですね。トッピングみたいな感じです。知らなかった。トッピングですね。で、携帯カルテを無料で使えると、うん、まあそういうのを活かしたってことで言うと、このワンコイン検診サービスは結構面白いですよね、うん、まあ、普段からパチンコ屋さんの前とかでこれやったりとかしてるんですよね、うん、だからパチンコ屋さんにずっと行ってるような人ってなかなか検診とかに行かない人が多くて、それで要は生活習慣病を発病してしまって、うん、もう治らなくなっちゃうみたいな感じの人が、時すでに遅しみたいな人が多いんですよ。僕なんかやっぱりもう本当風邪とか引くたんびに病院行って採血必ずしてもらって、僕の数値の変化のデータって全部取られてるんで、健康診断とか行くと結構ね、お金かかるから、これいいですね。で、その数値化したのを定期的にやって、自分のデータがで、そう、それをネットでクラウドで見れるっていうのはいいですよね。だからこれからもっともっとこれ、こういうの流行ってきてほしいんですよ。まあ、やっぱりなんかね、いろいろ医師会とか、うん、そういったところからのなんか見えない圧力みたいなのがあるらしくて、本当に彼らは慎重に事業を進めなければいけないって言ってたんで、まあでも仲間みたいなのが増えていったらいいですよね。考えてみてください。はい、ありがとうございました。こちらのボロボロ、こちら。ホリエモンチャンネル。チャンネル登録もお願いします。